秀吉は一里もの長さの大堤防を築き、高松城を丸々湖に沈めてしまいました。また大掛かりな策できたね。心から檻にかかってきたか。この戦いに敗れれば心理的なものが大きいですね。おそらく毛利家は雪崩を打って崩壊するでしょう。逆に言えば毛利を一気に片付けないとならない、そういう事態に秀吉は追い込まれているとも考えられる。織田家の急激な勢力拡大も限界を迎えようとしている。この一戦をしのぎ切ればおそらく破裂する。破裂したらどうなさるおつもりですか、父上。信長亡き後に訪れるであろうさらなる乱世を、著作をほったらかしにして天下を狙われるなら、私は少し寂しいですね。天下への仕事のために我が子は犠牲にできないか。そこについてはうちの優しい軍師殿に託そう。ま、とにかく毛利には後がない。今は勝つことだけを考えよう。木津川口の戦いで織田軍を撃退した毛利軍だが、その後は織田の勢いに押されて劣勢となる。信長は切れ者羽柴秀吉を毛利攻めの大将に任命。秀吉は次々と毛利領を切り取っていった。やがて秀吉軍は高影の腹心清水宗春の居城備中高松城にも迫る。秀吉の軍師黒田官兵衛考案の水攻めを受け、もはや備中高松城は風前の灯火であった。そして秀吉の背後には毛利にとどめを刺すべく京で出陣の機を待つ魔王信長がいる。毛利家は絶体絶命の危機に直面していた。天神の将備中高松城の戦い。一生は夢の間なれば。いらっしゃいませ。お買い得品。毎度ありが、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 毎度ありがとうございます。隠居っぽいね、お互い。さすがは勘で鉄壁の包囲陣だね。まずは本陣に続きましょう。ならば堤防前の砦が適当かと思います。全軍を二手に分けて進ませましょう。
一方が砦北側より敵軍を林道方面に誘導、もう一方が東側より砦に侵入を試みるのです。承知しました、お主。では私は東側より砦に進みます。ヘルモトの動きが敵に察知されると砦のダッシュは難しくなる。注意してくれ。胸張れ、もう悲壮な覚悟を決めてる頃だ。早く助けないと取り返しがつかないな。うわっ、ありゃ毛利の援軍じゃね。さあ俺様が追っ払ったら。我らの動きを敵に知られては困ります。急ぎ追撃します。時期の邪魔はさせねえ。した砦を本陣にしようかな。守りはテルモトに任せたよ。総大将だからね。次は南東砦を落とし、第一陣隊を確保してしまいましょう。南東砦からなら高松軍に援軍を送りやすい。うまくやれば逆に敵を包囲攻撃できるだろう。敵将撃ち取りました。はい、どうも。なせ、相手となる。参るか、のほど知らずね。ここで一手、この戦艦次の一手につなげなくて。敵将撃ち取りました。そうだね、やろう。うまくいきましたね。高松城の援軍が小舟に乗せて逐次搬送します。小舟なら敵の目に見えるかも。そうだね、で準備だろう。こちらからも援軍に兵を引きます。本陣守備は万全なので心配ありません。ここで包囲攻撃作戦の準備は整った。我々も高松城に向かおうか。敵もすぐに我らの動きに気づくはず。急ぎましょう。宗春を死なせてはなりません。あ、あれは毛利軍。大変だよ、後ろから敵が来てるよ。
そうだね、やろう。橋を渡り毛利本陣を探せ。見つけ次第焼き払うのだ。さあ、いよいよ総力戦だ。確実に突破していこう。長く足止めされれば強撃の火を消します。胸張る命を急がなくては。奴らが来なければ上司の命一つで終わったのに。いつ何が起こっても不思議な悠長にはしておるな。私が腹を切れば済みましたものを。宗春のように中心を死なせては毛利の家名は地に落ちてしまいます。親に抱きさせてくれる高校息子だ。一日手を抱かせてくれる。これぞ本領。お見せしましょう。敵将討ち取りました。いかがでしたか。強撃策はうまくいきました。敗門。秀吉と官兵衛を追い払いに行こうか。全軍で敵本陣が出そう。
僕の手だ。水攻めは君の検索かい。それが両親を抑えるときもあるんだろう。それだけじゃない。前回秘密の力を保持したいんだろう。壮大かつ奇抜な策だからね。実に困る。僕の手だ。信長の殺気を見ろ。拝見しました。今なら秀吉を討ち取れるかもしれない。いえ、次に相まみえるとき、彼らが敵であるとは限りませんから。旅の戦は勝てたな。次は信長本体。いよいよ織田の総攻撃が。それはありません。申し上げます。羽柴軍突如撤退開始。光秀謀反。信長様が本能寺で。ご運が開けましたな。亀。お気持ちはすでに定まっておいてでは。
毛利は持ってこんのか。それはありません。なぜ。時代が変わるのを見届けるため。小早川高影はそういう男です。すべて織り込み済みっちゅうことか。大返しじゃ。信長様の仇を討つ。時代が動き出すね。はい、これからです。